はいどうもこんにちは。今回は東方プロジェクトのヨウムのキャラメイクにリベンジしていくぜ。前回ヨウムを作った時はまだ色々未熟すぎたからね。ヨウムのことをふざけてミョンって呼んだり、東方よく知らないのにミョンキャラだと思い込んだり、そりゃ厳しいご意見もいただくよな。そうね、あとはまだ単純にメイクの腕がイマイチだったわね。瞳孔のサイズとかおかしかったもんな。そう考えるとケーキ丼のやつこの1年でほんと成長したわね。そうだな、少しばかり喋りも上手くなった気がするな。まああいつ生まれた時からおしゃべりだから、そこは心配ないでしょ。それもそうだな。そうこう言ってる間に白目が完成して、まつげ作りタイムに入ってるわね。つってももうまつげ作りも終わりそうだけどな。わかってるからいちいち言わないでよー。はは、すまんすまん。ってことで、黒目選手入場。今回も暗めの緑を下地に明るい色を重ねていく方式で作るわ。こうすると簡単にグラデーションの、綺麗な目が作れていいんだよな。ちょっと気合い入れてハイライトとかの色にもこだわってみたわ。目にハイライトのないジトメはなんか怖いから、ジトメのキャラを作るとハイライトだけは、忘れないようにしてるぜ。しかも今回は豪華にハイライトが2つもあるのよ。2つあるってことは両目の合計で4つ。なんだと?4つってミートピアにとってかなり大事だぞ。そうなの、だからふんだんに使ってて珍しいわよねー。まあ2つっていうか上のグラデーションっぽいパーツとハイライト、どっちもあるってだけなんだがな。ってことで目が作り終わったので前髪に取り掛かるわ。ヨウムの前髪はイラストにも夜がパッツンだよな。最近トガちゃん作った時に意外にもパッツン前髪作りが、得意なことに気がついて、ヨウムもいけるんじゃねってなったわね。パッツンは日によって感覚も出来の良さも変わってくるが、うまくできた時の爽快感はすごいよな。前髪ができたので次はカチューシャを作っていくわ。一瞬でできたな。最後の仕上げに前髪に影をつけていくぜ。今のままだと前髪と肌の境界線が曖昧になっちゃってるもんね。そうそう、でもこの作業によってはっきりわかりやすくなっただろ。さあこれで本当の最後、前髪にツヤをつけるわ。白っぽい髪の毛でもツヤはあると印象違うよな。そうね、やっぱり細かいところまで作り込むって大事よね。お披露目タイム。てなわけでヨウムリベンジ、完成です。前のと比べるとこんな感じだぜ。でもこうしてみると前は前でそれはそれで可愛かったわね。でも総合的に見ると私はやっぱ今の方が好きかな。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。